皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回はこの ID ベンチャーさんのクルーボックス最新作ケンブリッジの迷宮ですね、こちらの解き方を解説していきたいと思います。なのでこの、ケンブリッジの迷宮の詳細は前回の動画でご覧ください。で、あとこれからね、ケンブリッジの迷宮購入するなどして自力で解きたい方はこの解説は見ないようにして楽しんでください。さあ、それではね、早速解説をしていきましょう。で、今回のこのクルーボックスケンブリッジの迷宮は基本的には中のボールをどんどんね、この各面を動かしていくっていうのが、まあ、メインのルートなので、まず最初のその動かすボールのね場所、この面ですね、ここ、ST ってあるので、ここがねスタート ST、ART になるように、ここに ART があるので、ここの歯車を回していきます。で、ここの歯車がね一方向しか動かないので、ここにねストッパーがありますから、ここをこうやって動かしていって、ST、ART になるところまで動かすと、ここかな。そうすると、この中からボールが出てきます。あ、今ここまで出ましたけどね。ボールが出てきて、そのボールを各面を動かしながら、最後まで持っていくと。で、まずここのボールが出ると、次、この面に来ます。ここ。で、このね、変な形の円盤というか、ここを動かしながらボールを、今ここにあるので、ここまで持っていきます。そうすると次の面にボールが進みます。ここがね、結構細かい。で、ここはこういう風に外側のこのね、レバーで動くんですけど、この円盤に1個、2個、3個と穴が開いていて、これが要するに、ここが1番目に取って、2番目に取って、3番目に取って、ここにボールが行くという、まあ順番ですね。で、まず最初に、今ここにボールがあるんですけど、ですね、この2個、この位置にしておきます。特にこれ。この3のパーツをここにしておかないといけないので、そのために2番がここにあるとダメなので、こういう風にして、ここまで持ってくる。で、この1番の円盤、穴が両方あるんですけど、実はこっちはね、引っかかって入らないので、ここね、まずここからボールを出して、ボール、あ、ここ。このボールをここにね、入れます。こう結構、こういう風に、だから、いろんなね、角度に動かしていって、ボールをこうね、目的のところまではめると。で、このボールをここを回転させて、ここの隙間に落とします。で、ここだと、これが、こういう風に中に入っちゃうので、一度このボールをね、ここの隙間に持っていきます。こうやってね、各面本当にいろいろ動かしながらボールを動かしていくと、本当に迷路です。立体迷路っぽい感じ。で、ここに行ったら、この3番の歯車をこっちに動かして。で、さらに、この2番の歯車の、ここ。ここの大きい穴に、このボールを落とすと。こういう感じですね。で、次。このまま、こうやって動かすと、ここの穴に通って、で、こっち側に出ます。まあ、要はこことここが下でつながってるわけですね。で、そうしたら、次これ。ここに落として、で、次ここ。ここまで持ってくると、この穴は実はここまでつながってます。面白い。ここね。で、そうしたら最後に、この穴に、入れて、で、こうやると、次の面に進みます。まずここが結構面白い。で、次。ここですね。ここがね、もう本当に謎解き。今ここにあって、この下を通ってこっち側に行って、で、さらに、
ここまで来ます。ただ、ここが通らなくて、なぜかというと、このレバーが動かないんですね。なので、このレバーをこっち側に動かさないと、これがこっちに通りません。このボールが。で、これを動かすためには、ここの暗号、これを解かないといけない。まあ、いろいろ数字が書いてあって、こう、レバーが動くようになってます。なので、まあ、要は正しい位置にしないとこれが動かない、このストッパーが動かないということになります。で、このヒントがね、どこにあるかっていうと結構難しくて、まあ、ちょっとだけ引き抜けるとこがね、それを探すんですけど、それがこれ、矢印がね、ここに書いてありますから、これ引っ張ると実は抜けます。こうで、そうするとこういうプレートが出てきて、これがね、ここの謎を解く手がかりになります。で、このパーツをどうやって使うかっていうと、ここに矢印があって、これをね、こういう風にはめてみると、ここにも矢印があるので、この矢印とこの矢印が位置が合います。で、そこでここにも穴があって、このレバーの突起ね、ここに合わせると、これがね、ただ表と裏があるので、こっち側とこっち側両方いけるんですけど、正解はこっちです。こっち側だとね、全部レバーが穴に入らないので、こっち側にして、はめるところはですね、このここ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 あとここに、このレバーの突起が合うように合わせて、まずはめます。こういう感じかな。よ。こういう感じ。こういう風に、ここでね、レバーの突起が合います。で、まず、ここも矢印も位置に合わせておく。下の矢印とね。で、この位置が、レバーの最初の位置なんですよ。で、画面上だとちょっと暗いんですけど、そうすると、このレバーが入っている以外の穴のところからですね、数字と矢印が見えます。ここが下向きの矢印。で、ここ3。ここ1。で、ここが0で、ここが上向きの矢印。で、これが下向きの矢印。っていう風に見えます。なので、それがですね、このレバーをここから動かす、まあ、目印というか、で、どういうふうに読むかというと、ここは0なので、ここはこのままでということです。で、この矢印がね、これが下向き、これが上向き、これが下向きで、で、あとここに3と1があるんですけど、この矢印の、こうね、で、ここに3があって線があるので、ここは3個下に下げなさいと。で、これ上に矢印があって、この線につながって3で1なので、ここは3個上に上げて、ここは1個上に上げて、さらにここは下向きの矢印があって1がつながっているので、1個下げなさいと、そういう印です。ここが結構ね、解読するのが難しかったんですけど、なので今の初期状態からこの矢印に合わせて3個下げ、3個上げ、1個上げ、1個下げでやっていきます。で、ただこのレバーが結構ね、緩いので、こう立てちゃうとほら、今こういう風に下がっちゃうので、まあその辺は気をつけて、初期状態をちゃんと保った状態で、そこから3個とか1個とか下げていってください。で、ここから3個だと、1、2、3でしょ。で、これは0で、ここが1、2、3。で、ここが1個上げて、1個下げる。ここかな？そうすると、ここをぴったり合わせると、ほら、ここが動く。本当にここね、結構メモリが緩いので、ぴったり合わせて、このレバーを動かしてください。で、そうすると、ボールが下に行って、こっちの面に行きます。で、次の面。これがね、また面白い謎解きというか、まあ謎はあるんですけど、ここ結構面白かった。で、今ボールがここにあるんですよ。よく見ると途中で止まってるんですね。で、このボールがここを貫通して次のこの面まで行くんですけど、この歯車を正しい位置に合わせないとここ
貫通しないと、そういうことになっております。あ、でボールがこっちに行っちゃったんで、でここストッパー止めとくといいですね、戻っちゃうので。でここのボールをここを通すのに、ここの歯車をね、所定の位置に合わせないといけない。それをどうするかというと、ここの上にボールがあります。このボールはここしか行かないボールなんですけど、今ですねここで止まっててこれ以上動かない。なぜかというと、この下のこの歯車というか、この回る部分がよく見ると中にね円盤がついてるんですけど、一箇所だけここ欠けてるんですよ。でこれが全部についてるので、まず全部のこのパーツを内部を欠けてるところに合わせる。そうするとボールが行き来します。こういう感じかな、よっ、こういう感じ。そうするとこのボールがこういう風に行き来するようになって、ただこのボール自体ここから出ないんですけど、でこれでどうするかというと、今のこのメモリの位置がこれの合わせる位置になります。それを指示しているというか。であとここにね十字があって、四角三角丸十字というね模様が彫ってあります、アクリルのところに。でさらにこのね6個のメモリはよーく見るとですね、横から見るとこういう風にそれぞれ形が違うんですよ。これ山が3個あって、これは真っ平らで穴が開いてて、これは2個だけ山があってとかなんで、で必ずですね片面横にへこみがあります。これはここにあって、これは上側にあって、これ上側、これはここ、これここでね、細かいんですけど、本当に細かいんですけど、この形とこの6個の歯車がどれかが同じ形になってるんですよ、ここの頭が。で例えばこれ見えるかな、この形はこれなんですね。で山が3個あるのってこれとこれがあるんですけど、微妙に形が違うので、この3個のはこれなんですよ。でさらにへこみも同じところにあるので、今これ右向いてますね、へこみの部分が。で右向いてるっていうところ、これに合わせるとこの十字を指しているへこみの方がね。なのでこの同じ形の頭がついている歯車のへこみの部分をこの位置なので十字に合わせなさいと、そういう指示です。なのでこのへこみの部分を、でこれね歯車も一方向にしか回らないので、こういう風に回していってへこみがこう十字を向くように合わせる。で例えばこれ次、頭が平らで穴が1個開いてるのはこれです。でこのへこみが下なので、ここに合わせるとこれが丸ですね、丸で、ここは丸なのでこのパーツね、でへこみの部分を丸の位置に合わせます。丸ここにあるので歯車を回してここが丸に合うようにするというふうに、まずここの頭と同じ頭の歯車を見つけて、かつこのどっちを向いてるかをチェックして、ここの歯車を正しい位置に合わせていきます。でこれ3個で、これが3個で、上を向いているので四角なので、このへこみの方を、へこみこっちですね、ここを四角に合わせるというふうにしていきます。でどんどんやっていこう。2個だから2個のはどれだ、これかな、これを、これが上向きなのでこれも四角というふうにね合わせていく。まあ細かいよと。で次、これがこれかな、でこれは左を向いているので三角ですね。このへこみの方を三角に合わせるとよ。
で結構カチカチ言って面白いですけどね。でこれ頭が平らなやつはこれで、下を向いてて丸なので、ここをへこみを丸に合わせるとよっと、というふうに正しく合わせるとこの中のボールが貫通してこっち側に来ます。もう来てるかな、あ、まだ引っかかってる。どこかが違うのかな。すいません、今間違ってましたね。これが対応するのがこっちですね。このね、へこみの形が違うのでよく見てください。これがこれなので、これが上だからこれが四角なんです。四角で、こっちがここですね、2個の頭ので、これが、左向いてるので三角に合わせないといけない。こうかよっ。でこれで全部合っていれば、ここが貫通してこのボールがこっち側に行くはずよっ。あ、行った行った。で今中の歯車でここが通り道ができたので、ボールがこっち側に飽きてますね、ここ。で今から次の面、ここ進めるんですけど、これ動かしてるとまたこっちに戻っちゃうので、まあもしまたね、めんどくさくないならここは動かしといて、ここで止められるようにしといた方が楽ですね。じゃないとまた結構元戻っちゃってこっちの方に行ったりするので。で次この面です。この面がまた細かい。この面のこのプレートを動かしていって、このボールをここまで持っていきます。いや、ここがね面白いわ、本当に立体迷路で。これ上の層と下の層があるので、それをねこうね動かしながら行かないといけないんですが、あとヒントがあって、これアクリルなんですけど、ここに穴が開いていて、見えるかな、ここね、十字の穴が開いてます。これがボールが動く位置を指示しているので、まあどういうことかというと、ここに行ってここに持ってきて、でこの下に穴があるんですよ。なのでそこを通してこっちに出ます。でそこからまたここを通してこっちか、でここ通ったら今度はこっち側に通って、ここを上がって、で次こうこうで、さらにこの下の穴を通ってここまで行ってこう行くっていうね指示で、このそれぞれのプレートにですね、こういうボールがはまる穴が開いています。それが上にも下にも両方あるので、それをうまく使ってね、このボール動かしていく。で例えば今ここで言うと、うまく動かすとここだと横が開いてるところが同じ位置になるので、ここにこういう風にまず入れる。でこのままこの下の十字のところまで動かすと、っていう風なことをしていきます。そうすると今ボールが下に下がってこっち側に出るはずなので、あ、ここですね。なのでまたここから上に上げる。でこっち側にもボールが入る穴があるので、これかな、っていう風に動かしていきますよ。でよいしょ、これがまた細かい。でこういう風にしてちょっと下向きにしないといけなかったりするんですけど、で今ですね、ここ通ってこっち側に来ました。でここ気をつけてほしいのは、ここね、ここからこっち側に通すんですよ、この下の溝を使って。ただね、真ん中に実は奥に入っちゃう穴があって、そこに入るとですね、この何層か下のね通り道に行っちゃうので、そこに行くと全然そこから出せなくなるというか、出しづらくなるので、ここが要は何て言うんですか、落とし穴みたいなことになりますね。だからここ通さずにこっち側に行くようにしてください。そこに入っちゃうとね、もう一回出すのが結構大変ですっていう落とし穴がちょっと作ってあります。でこれはだからここからここまで一気に通さないといけない。でここに通ったら、ここから一段上に上げる。いやもう細かい、本当に。よっ。で、こうやって落として、よいしょ、入るかな、よ。でこうね、上に上げないといけないわけですよ。
もういいかな。あ、いたいた。ここね。で、このまま動かすと、この上に一段。で、今また下の穴に入ったので、今度、こっち側に来ます。で、ここのプレートを動かしていって、このボールが入る溝まで持っていって、そこにこういう風に入れて、お、入るかな？あ、こっち戻っちゃった。こうか。で、これをうまく上に動かすと。お、ずれちゃう。ここが結構ね、細かいな。よ、入った入った。ここね。で、このまま上に上げると、今度は、ここから、こっち側に通るはずです。よいしょ。で、今、ここに来たので、で、ここまで来たら、このボールが通る溝にまた合わせて、こうね。そうすると、上に上がってくるはずなので、上がりましたね。お。そうしたら、ここに通る。まあ、細かい。大変。というふうにして、ここまで持っていきます。で、そしたら、次の面。ここ。ここもまた面白い。ただ、この面で、このボールは、まあ、通るのは最後です。で、今、ここにあるので、このレバーをね、こういうふうに動かすと、ここ通るんですよ。で、こっち側に出ます。1個ボールが。これ最初のボール。で、ここに1個はまってるボールがあって、これも実は使わないといけなくて。で、これも出したいんですけど、ここのレバーをね、押しても、ここまで下げられなくて。で、これがね、ボールがね、2個あるっていうのが、もうこれをまず、ボールを出すためにこのボールを使うという。ここに1個分隙間があるんですよ。なので、こうやって押せないんですけど、ここに何かあれば、さらにボール1個分ここに下がると。なので、ここの真ん中にこの最初のボールを置きます。ここがもう細かい。ちなみにですから、ここのね、謎は、ボール2個使わないと解けない謎なので、で、ここうまくね、この真ん中にボールを持ってくる。ここね、行き過ぎちゃうんで、結構ね、慎重に。あ、こう、こういう風に通り過ぎちゃうんでね。なので、これをそーっとやって、ここの真ん中に止まるようにします。うわぁ、大変。よいしょ。ここに来ます。もうここで止めるのが結構大変。まあ、要はこの間にボールを1個挟むと、押すと、ここに入ってたボールがこっち側に出るんですね。すごい。ここ結構大変です。で、これが出たら、このボールもこっち側に持ってくると。で、つまり最初に使ってたボールとここにはまってたボール2個使わないと、ここが解けません。で、先に言ってしまうと、ここにね、レバーがあって、こっちが鍵が止まってる、こっちが鍵が開いてる模様があるので、これをこっちに動かしたいんですよ。でね、今のこの状況だと、よいしょ。このレバーをこうやって、これを押したいんですけど、ここ今隙間があってまだ押せない状態なんですよ。なので、ここに1個ボールを入れると、さっきの要領で1個分ね、追加されるのでこっちに押せます。なので、まず1個そこに入れる。この隙間にね入れるわけです。入る。で、ただここに1個入ってもこれ実は押せなくて、なんでかっていうとまだね足りないんですよこれ実は。で、もう1個どこに入れるかというと、ここのここに入れます。こことここに入れる。そうすると実はボール2個分押せるようになるので、こう、こっちが鍵が開く模様の方に動きます。まあ細かい。だからここはもうボール2個使わないとこのレバー押せません。で、このレバーが押せると、このままの状態で、この上、最後の面、これですね。
このレバーが外れます。ストッパーかな、こういうふうに外れます。で、これが外れたらこの最後の上の面、蓋が開くところまで行くと。で、ここですよ。蓋が開くところのね、これがヒントになっていて、矢印がこうなってますね。これがね、もうパズル好きなら多分もう気づくでしょうけども、回します。つまり今ボールがね6個あって、このレバーを回したいんですけど、全部ここに引っかかっていて、例えばこの状態でいくらやっても必ずどこかがボールが内側に行きます。要は全部のボールを外側に持っていきたいと。そうするとこれを全部回す、こういう風に。で、これね、まあ、ちょっと今下布敷いてあるのであれですけど、まあ、平らなとこでやってもらうと必ず遠心力で全部外側に行きます。まあ、これはねパズルのニューズとかねあれ系ですから、もう見た目でパズル好きな人はこうやって動かすんだなってのがわかるでしょうけど、まあ、ちなみに最初の状態でこれをやってもストッパーがこれがかかってるんで動きません。最後の最後にこれをやるとここの蓋が外れますよ。回して、いや楽しいわやっぱね回すのがね、ちょっと滑らないのでテーブルでやりますね。よっ、これを回すと、あ、いったいった。今ね外側に全部ボールがいってます。なのでこの状態でこれを動かすと、あ、1個いってないな、よいしょ、全部ボールが外側にいたのを確認して、よっ、これでいったかな。このレバーを動かすとこうちょっと回って、で蓋が外れます。ここね、こう、おーっていう風になりますよ。で蓋が開くと、今回はこんなものが入ってます。なぜこんなのがっていう感じで、これが面白いんですよ。これにね、まあ、今ちょっとお見せしないですけど、これはぜひ解いた方が、そのね、解いた自分の名前とか分数とか感想とかを記入するサイトに飛ぶ URL がこっち側に書いてあるので、で、今回はですね、URL 自体は別に謎解きではなく普通に書いてあります。なので、そこに飛ぶと、名前とか記入する欄が出ます。で、ただ、そこに飛んだ後に、パスワードを入力する部分があって、それがですね、これがないとパスワードが解けません。それ多分日本語表示もあると思うので、まあそれ URL に飛んで、パスワードを入力するときはぜひね、これを使って、そのある、まあ数字なんですけどね、を入力してください。その時になんでこれがついてるのかがわかります。面白い。なんでこれがついてるのかってめっちゃ謎だったんですけどね、ちゃんとこれも使います。いやー、これは本当に科学っぽい。面白かった。ああ、そういうことっていうね。まあ見た感じね、言っちゃうと、これ、コマなんですよ。コマなんですけど、で、なんでコマついてるかっていうのが、その最後のね、URL の先のパスワードで、これで入力しなきゃいけないっていうのがわかります。なので今回はその URL に飛んで、これを使ってパスワード入力して、そのページに飛んで、まあ名前とか入力するまでがゴールということですね。いや、本当に細かい。素晴らしい。まあこれね、戻すのは、でさっきみたいにボールをまた元のルート戻していかないといけないですけど、で最初のスタート位置までボールを戻して、全部この辺もね戻して最初の状態になります。まあという感じでね、ケンブリッジの迷宮はこういう風に解いてくださいよというね。で、まあ今までのクルーボックスと違って、やっぱこの立体迷路感があるので、まあなんて言うんでしょうね、ボールを動かさなきゃいけないので、その分、その、若干もしかしたらイラッとする感じもあるかもしれないですけど、それはそれとして、ぜひ新しいクルーボックスとしてね、楽しんでもらえればと思います。まあ、謎解き要素はね、こことか、
まあ、あとはこの辺とかぐらいで、そんなに多くはないですけど、その分新しい試みとして僕はもうめちゃめちゃ楽しかった、面白かった。でこの遠心力のここがね、やっぱり見た感じですぐ分かったので、最後の最後の楽しみとしてね、やっぱりこうだろうっていうのがね、パズル好きとしてはもうたまらなかったですね、ここのギミックがね。ということで、ケンブリッジの迷宮です。なので、もしね、まあ、自力で解けない方とかこれ参考にしてもらえばいいですけど、まずは自力で遊んでみてね、それからこの動画見て参考にしてもらえばと思います。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。